長田貴弘は奈良県桜井市出身の元プロ野球選手。愛称は、ボンチ・おサムに似ていることから、ボンチ。奈良県桜井市出身。小学3年生の時に野球を始めた。中学時代は、ボーイズリーグの柏原コンドルに所属し、3年時には第1回ジャイアンツカップ全国少年野球大会に出場。 チームの一年先輩には後にプロでもチームメイトとなる関本健太郎がいた。智弁学園高校では一年時からレギュラーとなり、一年夏の第77回全国高等学校野球選手権大会と三年夏の第79回全国高等学校野球選手権大会の二度甲子園に出場した。一年夏は福留孝介、前川勝彦、前田忠節、 辻田節良を擁する PL 学園高校を準々決勝で破って4強入りに貢献し、自身も本塁打を放った。3年夏も甲子園で本塁打を放ち、チームは16強入りしたものの3回戦で大須賀誠を擁する前橋工業高校に敗れた。高校通算20本塁打。高校卒業後は明治大学に進学し、2年時の春季リーグからレギュラーとなった。 リーグ通算41試合に出場87打数20アンダー打率231本塁打6打点を記録同期に首相の前田慎吾社会人野球のシダックスに入社後は主に一番右翼手として出場2003年には新監督の野村克也の下でジャバベイブルース敗争奪大会の首位打者となり第74回都市対抗野球大会では 準優勝を果たした。瞬速の左打者であることが評価され、同年秋のドラフト会議で阪神タイガースに6巡目で指名され入団。スポーツライターの大関順次は、この指名をシダックスの後輩である野間口隆彦を阪神が獲得するための布石と指摘した。2004年は開幕前の教育リーグで右手首を骨折したが6月に復帰。故障した。 桜井広大の代替選手としてフレッシュオールスターゲームにも出場した。2005年はウエスタンリーグで82試合に出場し、規定打席不足ながら打率306、出塁率400を記録。2006年は2軍で80試合出場。同年も規定打席にはわずかに足りなかったが、リーグ2位の29式を選んで打率262に対し出塁率。 367と選球眼の良さを見せた。2007年はセパ交流戦期間中の6月11日に、プロ4年目にして、初の一軍昇格を果たした。交流戦中はしばしばスタメンで起用され、リーグ戦再開後は、代打としてチームに貢献。同年に活躍した若手として、桜井、坂勝彦らと共に 3S とも呼ばれた。 2軍では58試合に出場して打率281、出塁率380を記録。2008年から背番号が64から0に変更となった。同年も開幕は2軍で迎えたが夏場に1軍昇格。前年の半分程度の出場数に終わったが、8月3日の対横浜ベイスターズ戦で初の猛打賞を記録するなど少ない打席数ながら、 打率304を記録した。2軍では78試合に出場して、規定打席に到達し、共にチームトップとなるリーグ3位の70にあいだ、同5位の34打点を記録。規定打席に達した選手の中では、リーグトップの出塁率371、さらに同2位の打率290を記録。ただし最高出塁率の記録は、 不足分の打席をすべて本体と計算しても、トップとなる、新井良太に譲った。2010年も2軍で高成績を上げたがこの年の1、軍昇格はなく、10月1日に戦力外通告を受けて、現役を引退した。2011年1月、日系ベースボールアカデミーのコーチに就任し、以後中学生の野球チームや阪神のジュニアチームを指導するなど、野球指導者として活動。 コーチを務めたヤングリーグアイランドホークスでの教え子には村西亮太、村上昌女ら後のプロ野球選手もおり、村上は智弁学園、阪神タイガースで承諾の後輩となっている。2016年の学生野球資格回復研修を受講した上で、翌2017年2月7日に日本学生野球協会より学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより、 学生野球選手への指導が可能となる。ありがとうございます。